その行動次第でちゃんとツインレイが統合できるのかの明暗が分かれるわけです。はい、皆さんこんにちは、リュウキです。今日はツインレイの統合の前兆には女性側のこの行動が大きな鍵というお話をしていきたいと思います。ツインレイが統合するとき男性側がとても大切になります。ですが統合する前には前兆があり、女性側の行動も大事になってくるんですね。その行動次第でちゃんとツインレイが統合できるのかの明暗が分かれるわけです。ただ多くの女性が統合で必要なことについてあまり知らないんですよね。なので今回は2つのパートに分けて、ツインレイの統合の前兆、大きな鍵を握る女性の行動というお話をしていきたいと思います。まず1つ目はツインレイとは、そして2つ目はツインレイの統合の鍵となる女性の行動というパートに分けてお話ししていきますね。まず1つ目です。1つ目のパートはツインレイとはになります。ツインレイとはこの世に存在するたった一人の運命の相手のことを言います。ツインレイは生まれる前には一つの魂になったものが二つに分かれて、魂の塊とも言われています。ですから出会ったらまた一つになろうと強烈に惹かれ合って愛し合う定めにあります。皆さんよくソウルメイトって聞きますよね。ツインレイとソウルメイトもまた違うんですね。ソウルメイトは異性の場合もあり、この世に何人もいます。家族や友人など魂の深い絆やつながりがある人を指すので、ソウルメイトと恋愛関係になるとは限りません。そんなソウルメイトがこの世に何人もいるのに対して、ツインレイは唯一無二の存在で、この世にたった一人しかいないんです。そんな存在がツインレイになります。そして2つ目のパートです。2つ目のパートはツインレイ同士が統合するには女性側のこの行動が大きな鍵となるになります。詳しく説明しますね。つまりそれは覚醒することなんですね。ところで皆さん、覚醒とは何か分かりますか？スピリチュアルではよく覚醒という言葉を聞きますよね。昨今は地球や宇宙の変化が激しく、覚醒の時代だとも言われてます。ですから覚醒体験を持つ人も増えてきてるんです。そんな覚醒とはスピリチュアル的に言うとどういうことなのか、辞書で調べたら覚醒は目覚めることという意味があります。覚醒するとはもともと皆さんの内側にある完全な自分に目覚めるということなんですね。完全な自分とは愛の自分ということです。覚醒、愛に目覚める、統合という流れですかね。ただ知識を得るということとはまた違うんです。知識を得たから覚醒が起こるということではないんですね。覚醒とは多数より引くといった方が分かりやすいかもしれません。ただ私たちは知ることは心からの喜びになります。そして何かを理解できた時に喜びを感じます。だから私たちはより深く理解しようといつも頭に何かを詰め込もうとしていますよね。すいません、噛んでしまいました。ただ分かりたいという要求があるために分からないという思いも誘発させてしまうんです。そして自ら誘発したその思いによって分からないという現実を作り続け、覚醒できないわけです。分からないイコール分離ですね。分離って統合の反対ですよね。愛イコール統合の反対が分離なんです。だから分離の世界を作り統合できないんですね。皆さんの思いが現実を作りますので、だから覚醒できず統合できず混沌とした日々を過ごしてしまうんです。そしてまた余計に知識を詰め込もうとします。足そう足そうとするんですね。何かを足せば良くなると思うからです。でもそんな溜め込みすぎた知識は皆さんを不自由にしてしまったりもするんです。次なる統合へのステージへ行くとき邪魔になるからです。引っ越しするときに家具や荷物が多すぎるとスムーズに引っ越しできないという感じですかね。つまり知識は皆さんを自由にする一方で、ステージを上げていくときに必要な新たな世界を受け入れる際に大きなブレーキともなるわけです。いわば知識が自由を妨げるんですね。知識が感覚や直感を排除し始めるからです。人がそんな知識を詰め込もうとするには訳があるんですね。外の世界に真実があると思うからです。そして外側に真実があると思った私たちは外側に真実を求め続けてきたんです。でもなかなかうまくいかずにほころびが見え始めてきました。つまり人は外側を追求するために知識を詰め込むんです。どのようにしたらその外側の世界で何かを得ることができるのかという知識です。ですが外側を追求すればするほどうまくいかないんですね。なぜかというと、しなければならないになっていくからです。例えば外側に存在する愛を追求すればするほど、そして愛を得るための知識を得れば得るほど愛を見つけ続けなければならないとなってくるんですね。そして愛を外側、つまり相手に求めてしまうわけです。外側を追い求めれば求めるほどしなければならないに変わってくるんですね。そして苦痛になり始めます。そしてまたより苦痛な世界を引き寄せます。要するに統合からかけ離れてしまうわけです。その理由はしなければならないは恐れがベースになっているからです。知識は確かに皆さんに喜びを与えてくれます。ですが恐れを与えることにも気づいてください。だから覚醒するためには過度な知識は邪魔になるんです。覚醒するとはもともと皆さんの内側にある完全な自分に目覚めることですからね。だから足すより引くなんです。何かを足さなければ幸せにならないという蓄積した余分な知識を引き、内側にいる完全な自分に気づくことなんです。それが愛です。自分の統合です。自分を統合できたらツインレイとの統合が始まるんですよね。だから完全な自分に気づけば、そんな完全な自分に意識が向き、完全な世界が作られるということです。完全な統合の世界です。つまり覚醒とは内なる完全な自分に気づき、
それを意識するだけでいいんですね。気づきを得ることなんです。そんな真実に気づくということです。内側はワンネス一つであり、全てが存在する宇宙につながっていることに気づくことなんです。そこに気づくことで自分への愛が充満し、自己統合してきます。そしてその後ツインレと統合します。要は覚醒ってすごいことをしなければならないわけではなく、何かを足さないと幸せにならないという蓄積した余分な知識を引き、内側にあるワンネス、つまり完全な自分に気づくことなんです。そこに気づくことで意識が覚醒するんですね。皆さんが動き出すことによってツインレとの愛も動くということです。順番は自己統合してからツインレとの統合ですからね。少し難しい話になりましたが、理解できましたでしょうか。ぜひ参考にしてください。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。 LINE ではご相談をお待ちしております。概要欄の方に URL を貼っておきます。ぜひご登録ください。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いいたします。励みになっております。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。皆さんの幸せを心よりお祈りしております。